こんにちは、ジュピター石田です。今日もやっていきたいと思います。究極のトッピング探し、今回はいつもはカレー袋から1枚引いてやっているんですけど、今回はリクエストがあったので、そのリクエストの、トッピングを試したいと思います。今回トッピングするのはこちらです。じゃん、フリスクですね。このフリスクのミント、これをカレーにかけたらどんな味がするんでしょうかっていうのがリクエストに残っていたので、こちらを試してみたいと思います。僕の予想ですけど、このミントをかけることによって、爽やかな、これからの季節にぴったりなカレーになるんじゃないかなとちょっと考えています。それでは今から試したいと思います。はい、それではこちらのフリスクかけていきたいと思います。カレーは出来上がってます。ここの、フリスクにをかけていきます。ちょい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 、あんまり出ないですね。こんな感じでいいですかね。よし、はい、じゃあこんな感じで、出来上がりました。それではこちらの、フリスクカレー、フリスクのミントカレー食べてみたいと思います。しっかりいっぱい入れていきます。さっぱりした味なんですかね。熱いっすね。いただきます。あわ、フリスクの味強っ。フリスクの味強っ。全然、あー、このフリスクを提案してくれた方すいません。フリスクは味が強すぎてカレーを感じないですね。最初の一口目はカレーの味がして、カレーなんですけど、このフリスクを噛んだ瞬間もうフリスクです。でずっとフリスクです。なのでミントで爽やかになるかと思いきや、意外とそうでもなかったです。カレーと、ミントは合わないと思います。なのでぜひやらないでください。こんな感じで、リクエストを受けてそのトッピングをどんどん試していきたいと思うので、また何かリクエストお願いします。それじゃあ今回はここで、次回は、お菓子シリーズでもう一個やっていきたいと思います。今回はこちらで、ありがとうございます。あー、変な感じする。そわそわする。これ食べちゃいけないやつだからね、これ。あー、そわそわ。